はい、楽曲解説、2曲目、BUM、そのままバムと呼んでもらっていて、バムって呼んだこと一回もないな。バムって制作者数、もともとね、Beat Unreal Music の意味で、っていうか、その後に、俺たちはなんか、BUM って言うんだって、なんか、Beat Unreal Music って、バムとかって言って、ジェイソン・コーサルがリスキーのアルバム、バムってどういう意味だ、古事記っていう意味だ、みたいなことを言ってたけども、でも、バムって、てか BOM ってもの自体、BOM は言うかな、なんか、バムって言ったことないな、みたいな感じですね。全英式ラップの曲と、まあ完全にだからそういう、ラップなんで、ヒップホップとかその辺を、なんか意識はしてますけどね、跳ねてないですけど。で、もともと企画ライブ、バッドクラブジムのように作った曲なんだ。へえ、そうなんだ。そうか。じゃあ、これは、バッドクラブジムの時のなんかオープニングの SE なのかな。その時に、だからリハーサルの時に、だいたいそのオープニングの SE って、その時に、今回も SE 作ってこんな感じのとか、こんな感じとかって言われたかな、言われたかな、なんか知らないけど、とりあえずなんか、勝手に僕作ってましたね。あ、ちょっと待って、風がわーってまた打ち込み始めて。それでできたんだと思いますよ、これ。まあ、基本はだから、これ、トンツッタンツッ、トンツッタンって、で、頭がドドドタタタタとかね。曲っていうかね、ああいうのが、スクラッチ入ったりとか、そういう風な感じで、まあ、クラブっぽい感じってやつで、あとはだからずっと一緒じゃないから、ドン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 ってのがあるから、あと頭だけで、あそこパッてやって、打ち込んで、それバーって流れて、で、ドン、ドン、ドン、つって、なんかね、このベースラインとかもね、ミックスの時以来なんで、これ聞いたの。本当に、あ、こんなベースラインなんだ、みたいな。Here we are, bees and the funky crew, we're glad to see you in the wicked place ってやつ。ここの部分だけ覚えてて、なんかのツアーの時に僕だからこのラップやってましたよね。なんかメンバー紹介の時に。その時はね、なんだよ、C&C Music Factory というのが流行ってて、それと同じなんかちょっとパーカッションとかを入れて、なんかちょっと違うバージョンでやってたりとかするんですけども、もうその時その時のなんか、かっこいいなと思ったのをどんどん通り入れてるから。僕がラップやってたのは、In the Life ツアーかな？確か。それでなんか、ヒロモさんがなんかこう、ぶりっこしてくれて、ピアノ弾いたりとかなんか、そういう風な、ね、一刻もなんだっけな、なんか覚えてねえや。普段はいつもラップをやっているとかっていう触れ込みでなんか僕はやって、で、Yo baby, yo baby, yo! つってみんなでこう、掛け合いとかして、Yo baby, yo baby, yo! っていうのは、その時になんかダンスの、先生の黒人の日本語喋れる人がいて、で、その人に相談して、なんかみんなでこう、掛け合いするのどういうのがいいとかさ、Yo baby, yo baby, yo とかどうって、あ、それいいねとかつって、それでやったりとかもしたんですよね。で、ここの like this とか、ああいうところが、みんなというかね、これだから、みんなで言ってんのかな、だから、ヒロモさんとかなんか、ベイアンとか呼んだのかな、これのために、よくわかんないけども。間違いなく僕の声は入ってますね。僕、こういう風な掛け声めちゃくちゃ得意なんで、ただ、ものすごく喉を痛める声を出すんで、かっこよくはなるんですけども、なんで、一回、ワンテイクっていうか、まあ、だいたい二回通るんですけども、やった後も全然声終わってますよね。なんか、ちゃんと声出ないぞ、みたいな感じ。今でも出ますけども、本当にもう喉に負荷かけて、なんかそういう洋楽っぽい感じの声に。ジェイソン・コーサルとかは結構だから気に入って、だから僕の声ものすごくでかくしてくれてましたね、なんかね。ジェイソンがミックスしてくれたのってどのアルバムだ？なんかミニアルバム1個ありましたよね。なんかマーズかな？きっと。わかんないけど。そんな感じです。BUM ですね。あとはね、この BUM っていう曲ね、これ、なんか解説、だいぶ前の解説の時、初期の頃にも話してるような気がするんですけども、もともとこの曲がブレイクスルーっていうタイトルだったんですよ。で、だからブレイクスルーって言ってるじゃないですか。で、これがブレイクスルー。で、アルバムのタイトル曲がこの曲っていうののかっこよさの美学っていうのが僕と稲葉くんにあって、松本さんもちゃんとそれを分かってくれてて。なんだけども、事務所側でふざけるなと。ブレイクスルーっていうのは、こういうマニアックな曲につけるんじゃなくて、めちゃくちゃだから、もっとポップな曲っていうか、もっと売れるタイトルななんだから売れる曲につけてくれみたいな感じ。でもブレイクスルーって曲ってあれどこに入ってるんだ。あ、ここに入ってるんだ。3曲目か。なるほどなるほど。はいはいはい。そうそう、オフザロックの時に作ったんだよね。なんかね、そういう感じです。はい、今だとわかります。だからそういうなんかこれにブレイクスルーっていうアルバムを つけるなんてふざけるなみたいなのはすごくよくわかります。プロデューサーとしてはすごくよくわかりますけども。松本さんもだから思ってたんだと思うんだけども、そういう意味じゃないんだけど、まあみんな盛り上がってるし、とりあえずこれで行ってみるか、みたいな。まあ、それで、まあ事務所からこうなってこうなって、でも全部わかってるんじゃないっていうかなんか、うん、そんな気はしてたな、みたいな感じだと思いますよ。なんか、本当はあの人よくわかってる人だから、僕とか稲葉くんってのはそういうこういうマニアックなやつが一番かっこいい。だから、なんかタイトル曲にするっていうところの美学で生きてる人で、松本さんはもっとなんか皆さんのことを考えてやるっていう美学の人です。はい、僕とか稲葉くんはだんだんそれに教わってなんかいろいろ考えたっていう感じですね。そんな感じで BUM でした。はい、ありがとうございます。